まず高校を選んだ理由がですね、まあ、実家が、まあ、ボーリングをしているという理由で、で行ったんですよね。で、まあ、小さい頃からですね、もう自分家の仕事をするんだっていうなんかですね、気持ちがあったので、その他の選択肢はなかったですね。はい、この沢谷ボーリング工業は、はい、何年ぐらい前からある会社になるんですか？ですね、僕が生まれて、もう生まれた頃からぐらいですかね、53年、昭和ですね。じゃあ、沢谷さんのお父様たちが、そうですね、お越しした、はいはい、実際に、お仕事本格的に始められたのは年齢でいうと何歳ぐらいから？そうですね、最初土木の会社に勤めてましたので、辞めて帰ってきたのは23ぐらいの時ですかね。実際に阿蘇に戻ってきてからは、まあ、どんなお仕事の内容をずっとしてこられてるんですか？まあ、地下水だったり温泉だったり、あとは地熱蒸気をですね出す仕事をやっています。はい、じゃあもう現場は大体阿蘇？そうですね、阿蘇ですね。まあ、遠いところだと島根県とか沖縄に行ったりもしましたけど、まあ、普通は阿蘇市内ですね。熊本地震後、阿蘇市内の温泉も結構ですね、変化がありましたけど、ね、はい、地震後のお仕事はどんなだったんですか？まあ、まずその温泉のお仕事もありますけど、一番多かったのは農業用水が止まったのをですね、掘り直すのが多かったですね。やりがいとか、この仕事の魅力ってどんなところだと感じてらっしゃいますか？そうですね、まずはやっぱり終わった時にお客さんが喜んでもらうのと、あと掘ってる時にいろんな地層が出てくるんですよね。そんなのを見てると、なんか昔はどんなことがあったんだろうなとか想像しながらやるところが、まあ、魅力っていうかですね、楽しいところですね。沢谷さんは商工会青年部に入られてもう何年になりますか？6年ですかね。6年。はい、今の担当の役職は、副部長をさせてもらってます。まあ、部長代理だったり、まあ、あとは部員さんたちにいろんなことを伝達したりですね、取りまとめたりとか、そういう役ですかね。商工会青年部、私が知ってるだけでも水害だったり地震の後だったり、はい、いろんな地域貢献もされていますけど、はい、そういった活動、沢谷さんは具体的にどんなことにこれまで参加されたんですか？そうですね、最近で言えば朝倉地区にですねボランティアに行ってきました。あとは日田とかですね、あっち方面にも支援物資持って行ったりですね、そういう活動をしました。このインタビューは実は仕事をする若い人たちに向けて の応援メッセージにもなっているんですが、はい、仕事に対してなんか若い時はどんな考えを持っていらっしゃいましたか？そうですね、その仕事のことを考えずに仕事をしてたので、うん、結構辛いですよね。なんか、うん、早く終わらないかなとか、うんうん、そんなことばっかり、終わって遊びに行きたいなとかですね思ってたんですけど、やっぱり仕事が面白くなってくるとですね、やっぱりいろんなものが見えてきたりですね、仕事も覚えるスピードも速くなったりしたような気がします。今から仕事をしたいとか、今まさにその悩んでる時期にいらっしゃる、はい、人たちに向けて何か沢谷さんからアドバイスするとしたらどんなことがありますか？いくつでも結構です。そうですね、まあ、まず仕事に目的を持ってなんですかね、立ち向かうじゃないですけど、うん、のと、まあ、そうですね、とりあえず1年は辞めずに頑張ってみてくださいっていうことを言いたいですね。うん、結構すぐ辞めるっていうのを聞きますので、最近はですね。うんうんうん、ここ阿蘇市とか阿蘇地域で何か仕事をするときに、はい、例えば商工会青年部を頼ってほしいとか、なんかそういった、はい、こう地域に向けての何かアドバイスとか意見ってありますか？そうですね、まあ多分よそから来た人はですね、地元の人がとっつきにくいことが多々あると思うんですよ。なのでやっぱり
そういった会に入ったりですね、うん、あと地域のなんかコミュニティみたいなところに参加するとかされた方が割と溶け込みやすいと思います。人と人だと思います、うん、どうしてこの言葉に？そうですね、まず、仕事仲間も人と人で、まあ、仕事をいただくのも人から人、うん、まあ、仕事が機械がやったりはするんですけど、結局はやっぱり人と人のつながりからだと思うんですよね、うん、そこが一番やっぱり大事かなと思います。正直であることですかね、そのままで人と接するしないとやっぱり相手も開いてくれないので、それを大事にしてますね。はい。